クワットやストレッチ頑張ってるのになかなか足が細くならない、そういった方におすすめなメニューを紹介していきます。足を細くするためのポイントとしては、ももの裏を鍛える、股関節周りの筋肉をストレッチする、腹筋背筋をバランスよく鍛える、これがポイントになります。今回全部できますので一緒に頑張ってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回は一つのメニューたった30秒です。動画を見ながら順番に行っていくことで確実に足痩せすることができます。足が細くならない原因はそれぞれ理由があるんですけども、今回はほとんどの方が当てはまるメニューを紹介していますので、前ももの張りが気になる、もも裏のたるみが取れない、内ももの肉が気になる、そういった方は一緒に頑張ってみましょう。それでは紹介します。まずは反り腰を解消しなければ足痩せできません。まずは腹筋を行います。腹筋のメリットとしては、お腹を縮める力がつく、腰のストレッチができる、この2つがあるんです。ですが、このように動いてしまうと腹筋は鍛えられても腰がストレッチできません。縮めてすぐ伸ばしていては腰は緩まないので、縮まったままでキープです。そうすることでお腹にずっと力が入っている、腰がずっと縮んだままなのでストレッチされる、この2つがメリットです。足を90度に上げて手を前に伸ばします。このまま体をグッと起こしたままでキープ、30秒です。いきましょう、スタート。このままでキープです。もし首疲れるよって方は頭持ってもいいです。できれば手を前に伸ばしてしっかり上体を起こしてください。ままキープ、頑張って。もしね、力がなくなったら一回降りてまた起き上がってキープ、あと少しです。はい、 OK です。次はももの裏をしっかり鍛えなければ内ももの肉、前ももの張りが取れません。足を軽く開いてもらって、片足で片足を押さえて膝を曲げ伸ばしです。足を押さえる際は土踏まずで足首を押さえる感じです。いきましょう、スタート。しっかり上の足でね、持ち上がらないようにグーッと押さえてください。ももの裏が効いてればバッチリ、あんまりお尻がね上がらないようにしっかりお腹をへこませて動かしてください。あー結構きつい。よーし、 OK、 反対です。いきましょう、スタート。しっかり自分のね足で押さえてください。しっかりかかとをお尻につけるぐらい最後まで押さえてください。少しです。はい、 OK。 で今度は脇の下に手をついて上体を持ち上げます。足は肩幅、これでかかとをお尻につける感じで動かします。スタート、こういう感じです。カエル足にします。最後の最後までね、足をねグッと近づけて、これでね前もものストレッチ、もも裏のエクササイズができてます。あー、これはね結構きついですよね。前もも硬い人は辛い。よーし、 OK。 はい、今度は正座から体を起こします。足肩幅、このまま膝を曲げていきます。こういう感じです。いきましょう、スタート。ちょっとねバランスがいると思いますが、お尻が出ないようにしっかりねもも裏を使ってください。難しいよって方は交互でもいいです。できる方は両方、あもも裏がね、あ、つりそう、あ、つりそう、いてててて、あ、つった、つった、つった、オッケー。土
チフマツつっちゃいましたね。今度は股関節周りのストレッチです。股関節周りの筋肉が固まってしまうと、どうしても足が冷えやすい、むくみやすい、老廃物が溜まりやすいっていうのになりますので、しっかりねストレッチをしていきましょう。膝を抱えて横に動かす。いきましょう。スタート。片側30秒です。横に動かすときにね、少し股関節がコリってなるかもしれませんが、痛い方は無理しないように、痛くない方はねゴリゴリ言わしてください。あと少しですよ。よーし、 OK。 それでは反対です。いきましょう。スタート。もしね手を動かしにくいよって方は、内側を持って広げていいです。こういう感じで両手で行ってもいいです。でも片手でやる方がねやりやすいですね。しっかり抱えて、足抱えるだけでもね腰のストレッチができてます。よし、 OK。 今度は膝曲げて、このまま膝をパカパカね揺らしてください。こういう感じで揺らします。いきましょう。スタート。これでねお尻の筋肉、腰、股関節周りがねすごい緩みます。これで膝から下をね楽に力で入れてください。しっかりお腹へこますとね腹筋もね鍛えられますんで、腰が反れないように。ちょっとです。 OK。 正座した状態から足をしっかり開きます。膝の後ろに足が来る。このまま前かがみになります。できるだけ足を開く。前かがみになったら、こっから体を起こします。こういう感じです。これで少し上下に揺れます。いきましょう。スタート。これ結構辛いんでね、もし痛くなったら足の幅狭くしてもいいです。いける方はねしっかり開いて、これぐらい開いて、体はまっすぐですね。これでね股関節のストレッチがねすごいされます。こっちはね硬い人多いと思うんでね痛いと思いますが、痛かったらちょっと手ついて、こういう感じで、あと少しです。よーし、 OK。 戻すのがねすごい辛いと思いますが、はい、今度は手前です。かかとをしっかり引き寄せて、つま先持って、足の力を抜いて前かがみになって足を揺らします。スタート。こういう感じで足を揺らします。グーってやるのもいいんですが、軽くね揺らした方が力って抜けるので、こういう感じでね揺らしてみてください。前にかがむのつらいよって方はねこれでもいいです。揺らします。できれば前かがみ。よーし、 OK。 ラストは初めに行った腹筋を軽く膝を持って体を起こして、腰を丸めたままキープです。さっきよりも腰のストレッチがメインになります。いきましょう。スタート。こういう感じでキープ。難しい方はもも裏でもいいです。しっかり体を引き寄せて、腰をしっかり丸めて伸ばしてください。腰のねストレッチをしないとね、なかなかね反り腰改善しないんで足痩せしにくいです。しっかり腰を丸めて、よーし、 OK。 お疲れ様でした。スクワットなしの足痩せメニューです。毎日見ながら行うことで反り腰の解消、前ももの張り、股関節周りの柔軟性、そういったのが身について早く足が細くなります。動画を見ながら何度もやってください。頑張ってやったよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄から見てもらってリンクもフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。